目過去の中の鳥はいついつであるよ。明けの晩に主いらっしゃい。ここは天下百軒ザンカフェよ。さっきの歌が何かって？歓迎の歌よ。あなたが来たら歓迎するように七日から言われたの。ちゃんと来てくれてよかったわ。来なかったら復讐帳に名前が書かれていたもの。さあ何を頼むの？カフェだもの。注文をするのよね。みんなあなたに食べてほしくて、いろいろなメニューを考えたわ。大丈夫。何を頼んでも気にしないわ。じー。注文はしないの？それとも、もう注文したのかしら？じー。私がこうして見ているのは、いつものことだから、気にすることはないわ。じー。どこから主のことを見ているかだって？そんなこと気になるの？教えてあげてもいいけど、主を出し抜いたみたいで、ちょっと気分がいい。じー。そんなに周りを警戒しても、私のことは見つけられないわよ。ところで、主。ここのメニューを見てどう思う？何か足りないと思わない？ちゃんとよく見て、足りないものがあるはずだから。どう？わかった？先に言っておくと、アンパンじゃないわ。じー。わからないの？仕方ない。それじゃあ教えてあげるわ。このメニューには復習がないの。みんなでメニューを考えるとき、私も案を出したわ。復習を売ろうって。世の中には笑顔を0円で売る店もあるらしいわ。それなら復讐を売ってもいいと思わない？もちろん、お代はいただかないわ。それに、メニューに載せておけば、主が気軽に注文できるでしょう。注文されなくても復讐はするけど、主に注文されると、ちょっと嬉しいわ。私も復讐できるし、ウィンウィンの関係だと思うの。でも、七日に本気で止められたから、復讐を乗せるのは断念したの。そんなわけで、メニューに復讐はないけど、美味しい食べ物や飲み物はあるから、たくさん注文して、ゆっくりしていくといいわ。私はここからずっと見てるから。じー。
じー。